それでは着物を脱いで畳みましょう。まずですね、袴の場合はここの横にからげたと思うんですけども、これを解いていきます。はい、で左右どこっちですね、左の方を引っ張ると取れますので、紐をほどいていきます。で安全のためですね、ここに一回からげたと思います。このまま取ってしまうとビリッといくので、しっかりとここのからげたところを取ってから袴板を取っていきましょう。はい、そうしましたらですね、後ろのこの蝶々結びのところを取っていって、袴はこれで外れます。はい、で後で畳むので、これはシワにならないように近くに置いておきましょう。かけても大丈夫です。で帯ですね、帯も同じです。これどちらか左右引っ張るとほどけるようになっております。左ですね、左を引っ張るとほどけるようになっております。であとは取っていきましょう。帯もですね、シワにならないようにすぐに畳んでしまいましょう。帯の場合は立っててもできるので、パパッと畳むのがいいと思います。まず4分の1ですね、4分の1に半分、半分の4分の1にしてから3分の1に畳んでください。4分の1にしてから3分の1、これで帯はこれで大丈夫。はい、では着物ですね、腰紐がしてると思うので腰紐を外していただいて、で焦ってですね、ここでバッて脱いでしまうと襟止めをしているので、ここで襟止めが壊れたり着物が崩れ破れたりしますので、しっかりと襟止めを外してから脱ぐようにしましょう。そして襟止めはですね、つけたままだと忘れてしまうので、しっかりと外してきれいに保管しておいてください。よくやるのが、まあ、帯にこうやってつけていただくのが、まあ、忘れないでいいと思います。で、腰紐もですね、後でしっかりと六角形に畳みますので、今はこうやって置いておきます。で、着物を抜きます。で、近くにハンガーがあれば、ハンガーにかけておいて、後で畳みたいと思います。はい。襦袢も同じですね、腰紐を取っていただいて、同じく襟止めをしていると思うので、しっかりと襟止めを外してから脱ぐようにしてください。襟止めは忘れないところに置いておいてください。で、これも後で畳みたいと思います。はい、では順々に畳んでいきましょう。まずですね、襦袢でございます。半襦袢ですね。着物を畳むときは、すべて左手に首の襟のところが来るようにしてください。まず右手に、まあ、下の方、左手に襟の方を持っていただいて、パタッと置きます。で、返して、ここの脇の線、脇の線はあるので、ここを持っていただいて、もう一回パタッと倒していきます。はい。そうしましたら、襦袢の場合はまず形を整えます。向こうから襟を持ってきて、この形に整えます。そしたら手前の方ですね、手前の方を中央に向かって折っていきます。だいたいそうですね、半分より少し先まで、半分ぐらいでもいいです。この脇が半分ぐらい、中央に来るぐらいで畳んでいきましょう。で、しっかりと形を、袖の形を整えて、袖を返します。はい。この袖がですね、出てたりとか、極端に短かったりしないように、まあ、大体これぐらいで畳みます。反対も同じです。これを手前に倒していきます。しっかりと形を整えて、袖を返していきます。はい、そうしましたらここを少しだけ折ります。これなぜ折るかというと、ここがですね、一番バラバラになりやすいところなの
で少し折ってロックしてから畳んでいきます。これ3分の1だったりとか、あの半分に畳む先生、あの好き嫌いありますので、先生に従っていただければなと思うんですけれども、まあ、僕の場合は3分の1ぐらいですね。はい、これぐらいで畳んで完成でございます。では一旦外に、あの近くに置いておいて、次着物の畳み方をやっていきましょう。着物はですね、少し襦袢と違います。長襦袢のさっきの畳み方と同じなんですけれども、着物が少し違います。まずですね、同じく襟の少し上ぐらいですかね、と裾を持っていただいて、パタッとやります。そうしましたら、ここの脇の線が分かると思うので、少し折り返していただいて、脇とその線、縫い目のところをしっかりと持っていただいて、また倒していきます。パタッと。こうすることで、まあ、だんだん綺麗になっていくというなんか作業ですね。で、形を整えました。こういう形です。そしたらですね、ここの線、この縫い目があると思います。ここを手前に折ります。折り返しますね。そうしましたら、着物の反対側の襟と裾を折り曲げたところにぴったりと合わせていきます。ここはもう襦袢と違うところですね。ここにしっかりと合わせていきます。まず襟の下の部分をやってから上を畳んでいきますので、こちらが上の方はあの意識しないで、まずはここから下をきれいに畳むことだけ意識してください。しっかりと襟と裾の部分を合わしましたら、向こう側の脇の線があるんですね。ここの脇の線が見えてくると思います。それをもっとですね、丁寧に反対側の脇の線と合わせていきます。で、綺麗に畳めたらですね、ここがピタッと薄く平たくなると思います。これがちょっとゴワゴワしてたり、なんかあの落ち着きが悪いなと思った場合はですね、あのうまく畳めておりませんので、ちょっとこう手で触っていただいて、あ、綺麗に畳めてるなというのを確認してください。そうしましたら、一旦ここは完成なので、簡単に折ってロックして、これでまあ、何でしょう。ぐちゃぐちゃになるのを防ぐんですね。折って上の方に行きたいと思います。ここはですね、今ちょっとぐちゃぐちゃってなってるので、軽く形を整えていきます。パサパサっとやっていただいて、はい、そしたらこういう形になると思います。まあ、下の方はきれいに整って、襟があってこっちの左側の袖になると思うんですけれども、まず襟を合わせていきましょう。しっかりと左右の襟を合わせていって、最後こうなってしまうと思うんですね。最後くしゃってなると思うんですよ。ここは M 字、ちょっとこれ難しいんですけれども、こういう三角形を作って倒します。もう一度いきますね。しっかりと途中まで襟と襟を合わせていって、最後の形は三角形を作っていただいて、 M 字ですね、 M 字三角形を作っていただいて、内側に折り込んでいきます。はい、そうしましたら一旦袖を手前に返していって、ここが襟がしっかり合わさっていることを確認して、パタッパタッパタッとやります。そうすることによって着物がしっかりとですね、畳まれます。これも同じです。綺麗に畳めていたら、撫でていただいたときに、ごわごわしておりません。すごくなんかごちゃごちゃしているようでしたら、綺麗に畳めていないので、確認をお願いいたします。こちらが綺麗な形でございます。はい。で、袖をですね、まず返していきます。男性の場合ですと、これ、普通に折ってしまう、この脇で折ってしまうと、袖が着物より外に出てしまって、収まりが悪いです。男性の場合、袖が長いので、少し内側ですね、気持ち 2,3 センチぐらいを残して、このように袖を畳むのが一般的とされております。これぐらい折り返しますね。袖を少し折り返して畳むのが一般的とされております。はい、女性の場合は袖はなくて、ここの脇のところで返すところが多いです。まあ
お好みで大丈夫です。どちらでもいいです。タット押しとかに入れるとき、やっぱり袖が長いとどうしてもこれだと入らないからっていう畳み方だと思うんですけれども、今あんまりタット押しにしまわない方が多いので、まあ、どちらでも大丈夫。袖のとあの脇のところで折っても大丈夫だと思う。まあお好きなようにしていただければなと思います。はい。そうしましたら、こっちの畳んであった方を解いてですね、中央まで持っていきます。これを反対側に返します。袖、こうではないんですね。反対に折り返すんです。なので、しっかりと上下を持って崩れないように、せっかく今まで綺麗に頑張ってきたので、これが崩れないようにしっかりと持って、上げて反対側に倒します。そうしましたら、一回ですね、ここが汚くないように整えていただいてから、袖を折り返して、しっかりとまた持ってですね、反対に倒します。これで着物の畳み方、完成でございます。まあ、このまま多頭に入れるんですけれども、持ち歩く際は少し折りたたみたいと思うので、一回伸ばして、3分の1ぐらいにですね、畳んでいただければと思います。さらにちょっと大きいようでしたら、また半分に畳むと持ち運びしやすいかなと思います。で、まあ、こういう形ですね。大体同じような長さというか形になると思うので、これで持ち運んでいただいたらと思います。はい。では、あと袴の畳み方でございます。袴の畳み方ですね。馬乗り袴なんですけれども、ここに敷居があるのが分かると思います。これをですね、しっかりと右側に倒してから畳むようにしてください。こういう感じですね。しっかりと右側に処理してから畳んでください。はい、そうですね。じゃないと最後うまくいかないので。で、一旦置きます。紐を溶かしていただいて、まず大きな後ろを見ると大きなひだが2つあると思うので、この根元を見ていただいたら分かると思います。どっちが下かどっちが上かが分かると思うので、それに沿ってしっかりと重ねて整えてください。で、ここをしっかりと持ってください。持たないとですね、ここが分かれてしまって最後きれいな形ができないので、しっかりと持って上に上げて返して置き直してください。で、この時にですね、決して右手を離さないようにしてください。ここで離すとひだが分かれてしまってきれいな形が保てません。まだしっかりと持ったままある程度袴の形を整えていきます。はい、ある程度整ったなと思ったら離していただいて大丈夫です。そうしましたら内側のひだから整えていきます。少しめくっていただいたりして、この内側のひだをきれいに整えていきます。こうですね、しっかりと手でこう撫でてあげると袴の一番いい位置に収まってくれると思うので、まあ、撫でつつしっかりと袴のひだを整えていきましょう。はい、うまく畳むことができればペタッと一枚の布のように平べったくなってくれると思います。ここがねちょっとごちゃついてるようですと、きれいに畳めてないということなので、手で確認しながら畳んでください。はい、そうしました。ここまで来たらですね、少しこの3分の1で畳んでいきますので、しっかりとこう畳むところを手で、こうなんて言うんでしょう、刀でね、こう押してあげてください。まあ、おまじないのようなものなんですけれども、こうすることによって畳みやすくなります。しっかりとこう押してあげたらですね、両手で必ず持ってください。これ片手でやると、やっぱり最後の後ろのひだがずれてしまうので、両手でこのひだがずれないように持っていただいて、こっちに返します。はい、ここでひだがこういうふうにずれているようであれば、うまく畳めておりませんので、しっかりときれいな形になっていることを確認してください。
で、あと反対側ですね。これもしっかりと折るところに手で当てていただいて、反対に折り返します。はい。見た目がこういう形でしっかりと綺麗に畳めていれば大丈夫です。で、袴板がですね、袴の折り目から上に出るようであれば、こう折り返していただいても大丈夫です。で、袴板がこう出ないようであれば、このまま、紐を結んでいくのがいいと思います。ではですね、向こうから見て、こう見て、右左と行くので、自分から見ると、左からやっていきましょう。左の長い紐をですね、まず4分の1に畳んでいきます。しっかりとシワを伸ばして畳んでいきましょう。4分の1にします。そしたらですね、このように斜めに折っていきます。はい。で、反対もですね、右側の長い紐をしっかりとシワを伸ばして4分の1に畳んでいきます。はい。で、反対側に斜めに倒していきます。どうしてもね、紐がくしゃってなっている場合はアイロンを当てたりなんしていただければなと思います。はい、こういう形でございます。そうしましたら、左の短い紐を斜めにかけまして、こうですね、先に長い紐2つを掴んで下から上に引き上げます。はい、こういう形になります。そうしましたら、今来た方ですね、左側の紐と長い紐を一緒にまた上にかぶせて下から上に引き上げます。はい、こういう形ですね。もう一回いきましょうか。短い紐を斜めにかけて、長い紐を2つを持って下から上にくぐらせます。そうしましたら、今来た方ですね、左側の紐と長い紐を上に通して下から引き上げます。はい、こういう形になりました。そしたらですね、これ今長いので半分に、ここにですね、挟んでください。ここに挟めて半分ぐらいにした後に、右の斜めにこう返しておいておきます。はい、これで一段落ですね。次、右側の紐です。全く同じです。斜めにクロスさせて、すべてですね、これ全部持って、下から上へとくぐらせます。はい、そうしましたら、今来た方に、上にかぶせてですね、下から上へと引き上げます。このような形になります。そうしましたら、半分に折って、端っこをここに挟んで、最後ですね、難しいんですけれども、これを見ると分かるとおり、ここに入ってます、こっちの紐が。なので、ここに、ここですね、ここに、右側から来た短い紐を通して、少し引っ張って形を整えて、完成でございます。袴の紐、こういう形になっていれば、綺麗な畳み方でございますので、目指して頑張っていただければなと思います。で、ほどくときはですね、ここを持って引っ張ると、簡単にほどけますので、覚えておいていただければなと思います。はい。で、最後にですね、着物と襦袢と袴を、こうやって置いていただいて、このまま袴をこうしてしまうとシワができるんですけれども、最後持っていくときに、この2つを挟んで持っていくと、シワになりにくくなるので、参考にしておいてください。です。今回ですね、使わなかった襦袢じゃなくて、今回使わなかった羽織の畳み方を最後にやって終わりたいと思います。羽織なんですけれども、最後に着物の上に着るジャケットのような役割でして、羽織紐をですね、まず取ってしまいます。羽織紐を取ります。で、
他の着物と同じようにまずは平べったくパタッと折っていきましょう。でここを返します。でまた脇に同じく脇の線を持っていただいてパタッと返していきましょう。はい。でですね、これ着物に似てます。襦袢じゃなくて着物に似ておりまして、ここの襟を返します。襟のところですね、返して反対側の襟とぴったりと合わせていきます。ここですね、合わせていきます。で着物と同じ襟のところを M 字に折ります。三角形を作って M 字に折っていきます。はい。そうしましたら反対側の脇の線を同じく手前の脇の線と合わせて形を整えてあげてください。あとは着物と同じです。袖のところを折っていただいて持ちやすいように半分ぐらいに折り曲げて、しっかりと上下持っていただいたら反対に返します。袖を折ってきれいにしてからまたしっかりと持って返してください。これで羽織の畳み方が完成でございます。まあ、これを持ち歩きやすいように半分ぐらいに折って持ち歩くとコンパクトでいいかなと思います。はい、以上で袴と着物の畳み方終わりたいと思います。練習して頑張ってみてください。ありがとうございました。